今日の髪型良き、ありがとうございます。待ってくださいね。ちょっとね、レッスンから帰ってきたばっかりすぎてマジでボサボサないよ。化粧もしてないし、レッスンいいですか？イエス、そうでやんす。今日は僕体の練習でした。ちょっと待ってね、全然コメント読めてない。そう、朝ね準備配信してて、朝見たものだと思います。これ公園ね、 OK なんよ、ツインテールは。まあしないんですけどね、絶対何があってもせんけど、公園いいんですよ。今日はもう夜だけどメイク配信をしたいと思います。マルちゃんの姉誰？マイナーすぎ、マルちゃんの姉って。今日のレッスンね、めっちゃ楽しかった。ナナさんもおった。いらっしゃいました。めっちゃ可愛かった。なんかさ、短いけんさ、なんかピュッピュッって感じになる。サラはナナさんとは公園出れないけど今日お会いできましたよ。公園はいつか出たいねって話してくださいました、ナナさん。公園は出れんけど、こうやったらね鼻が高く見えるんです。マルチ5213、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。セイナさんかわいい、ありがとうございます。スペイさんお疲れ、ありがとうございます。なんか明るくない？こんばんは。こんばんは。白い服のせいかな。そう。なんだっけ。お話し会。
完売3枠ありがとうございます、ありがとうございます。そうサラはツイッターで清水サラ親アカウント公式アカウントさんがつぶやいてくださってて知ったんですけど、そうびっくりしました。レッスン終わってからさ帰り道にエゴさし寄ったらさ見とった、えーって思った、えーって思った。5月5日の多分8時間目だった気がする。ありがとうございます皆さん。 JK JK 次はいつにしたらいいんだろう。本当にありがとうございます皆さん。このねどれかなんですよ、5月あそう静香ちゃんって言われる、言われたやよちゃんにも静香ちゃんこんなんだっけ。次は何いつがいいだろう。5月5日の9時間目5月5日の8時間目がもう完売になったっけ、完売になって、じゃあ次は5月8のところを消しとけばいいのかな。それだけでいいか、そういうこと、そういうことですか、どういうことですか。今日一曲歌おうかな、祝福で。何がいいじゃろ、教えてください。完売で8時間目以外の200、ありがとうございます。やばいでしょって話だよね、完売3枠とかやばいでしょって話だよね。いやわかるでしょ皆さん、完売3枠とかやばいでしょって話だよね。残りを完売して、ここどうやって消そう、やばいでしょって。ありがとうございますって思ってるけど、ありがとうちょっと書いときます。こんな感じ。5月5日の9時間目と5月30日の9時間目がおすすめです。やばいでしょって話だよね。完売3枠とかやばいでしょって話だよね。なんかねでもそれいまいちよくわからないよね、完売とかね、感謝枠とかね、ちょっといまいちよくわかってないけどね、ありがたいことってことだけはすごく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 わかりますよん。6分の1完売してることなのですごい、ありがとうございます。6分の1、6分の1か、やばいでしょって話だよね。聞こえる？ちょっと待ってね、何を歌ったらいいかな。何にしよう。出会いの、たっか。ちょっと出会いの続きやってみようかな、久しぶりに。
え、でも歌えるか分からん。全然歌ってないけん。歌詞も分かるかも分からんくらい分からん。あ、出会いの中で続くものって未来のために選ばれたもの、偶然の二人を超えて一つの愛が生まれたんだ。ただの知り合いなのに、次第に心許し合ってく、そんな無意識のプロセス、いつの間にか大事な人になる。高ぶるような感情じゃなく愛情かもしれないね。目の前続くものって一番自然な関係性よ。わがままな私も全てあなたにならば見せてこられたから、他の誰かと知り合ったって変わることなく付き合えたんだ。会えない時も胸の奥、思いだけはずっと続いて、確かめる必要ない。私のこととかどう思ってるかなんて言葉より信頼できるのは明日も会ってること。そう、愛とは自然とだ。残るものはかけがえない真実。未来のために選ばれたもの、いっぱい別れ繰り返して、たった一人結ばれる誰かを探しているんだ。出会いの中で続くものって理由があって、惹かれ合うもの、なぜなのか気づかないまま、次の約束何度も繰り返す。最初はただの知り合いなのに、次第に心許し合ってく、そんな無意識のプロセス、いつの間にか大事な人になる。あなただけ。忘れてた最後。ありがとうございました。なんかね、久しぶりに歌ったけんちょっと不安だったけど、おー事故はなかった、おーじゃなくて事故はなかった。てか立ち位置覚える配信しようと思ったんだけど、いつやろうかな、ほんまに明日やろうかな。私は立てる憧れてたステージ大歓声、拍手と熱気の中、君
人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある。思うように歌えずに自信を失った日もある。いつもライバル スタイさん音符ありがとうございます。チューチューさんも音符ありがとうございます。アキマンさん花びらありがとうございます。カルマンさんレインボースターありがとうございます。ヤスベさんかわいいありがとうございます。ヘノジさん音符ありがとうございます。マモルさん音符ありがとうございます。ヤスベさんも音符ありがとうございます。ヒゲジーしんちゃん先生さん花びらありがとうございます。ひらつぐさん桜ありがとうございます。桜なんてあるんだ。マダロさんハートありがとうございます。ワイリンガルさん花束ありがとうございます。安部さんレインボースターありがとうございます。なんかないんかな歌、なんかないの、なんかないの、なんかないの。なんか過去にね歌った歌はなんかこれとかあんまり歌ってない。つけ美容液何それ使ってないの。これはあんまり歌ってない。今みんなが求めとる系か分からんけど。シェ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 Oh! 一歩も行かねえ。 Oh!
バリバリ全開俺の生き様黙って見てろよオスオスオスイエーイ胸の奥掴まれた偶然を素直にさせね今ここで勝負してやるロマン素性を通す好きだ好きだ誰よりもお前が好きだよ yeah, yeah, yeah. 好きだ好きだ大好きだ当たってくだけど yeah, 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 yeah. 男道シェッシェッシェッカシェカシェッシェッシェッシェカシェッシェッシェッシェカシェカシェカラシェカアホーイ。なんか一人で歌うのに向いてなかった。胸の空胸の空って一人で歌ってて Yes 大魔に負けても Yes 後悔しねて頬に光る涙の勲章 Yes 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 Yeah 傷ついて強がって順調を守らせてくれ最高の出会いだったぜ思い出情を通す気だ永遠に死ぬほど好きだよ yeah, yeah, yeah. 好きだ好きだ大好きだ笑顔でよろしく yeah, 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 yeah. 男泣きシェカシェカシェ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 カシェカシェシェシェカ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 ラシカ。そう難しいこれ。アホイ。すごいみたいな。アホイ。マイカーさんやってますよこれ。アホイ。好きだ好きだ大好きだ当たって砕けろ yeah, 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 好きだ好きだ永遠に死ぬほど好きだよ yeah, 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 好きだ好きだ大好きだ笑顔でよろしく yeah, 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 シェカ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 アホーイ。違った。アホーイ。待って、これ初めて歌うかもしれない。あ、待って、ギフト山。エンチャーさん、ハート、ありがとうございます。ハイズさん、ナラピラ、ありがとうございます。マスオさん、パチパチ、ありがとうございます。イサムさん、音符、ありがとうございます。ハイズさんも音符、ありがとうございます。ヘノジさん、かっこいい、ありがとうございます。アキマーさん、花束、ありがとうございます。僕が夢中に
あんまりね歌えないよね。そら これとかさ、めっちゃ懐かしい。この頃めっちゃ好きだった。でもそれ以降ほんまに聞いてない。希望的リフレインいいね。次歌うか。これはなんか昔その頃本当に聞いとった。何のカップリングかい。受験幼稚園とか聞いてないけどな。目の前にそびえる悩みの壁に、そこで立ち止まったら影になるだけ。今は辛くても逃げてはいけない。背を向けるな、諦めるな、挑戦するになれ。
しいって感じ。なんかこの時のまゆいさんね、大人っぽいけどもうはまだサラと同じぐらい、多分16歳とかなんですよ。可愛いよねまゆいさん。誰もみな生まれ変われるよ、今この時前へ進め、ゲームは始まる。勇気はラッキーセブン、幸運のカード、どんな試練だって乗り越えられるんだ。勇気はラッキーセブン、君ならできる、神が味方になるラッキーセブン。ちょ最後に希望的リフレインみたいなね、最後これ歌えるかな、なんか歌えるか分からんみたいな歌がいい。あ待って、太宰治いく、太宰治一番しか歌えんけど、できやろうや。公演の時と声違いますか、サラ。おおなんか、おおなんかもうミニスターって感じ。わーわーわー、ちょっと歌うね。風に向かってずっと歩き続けたんだ、どこにいるのかわからずに、何かに逆らいたかった。どうどうどう違う、道は果てなく僕は無我夢中だった。少しでも気を緩めると心が吹き飛ばされた。人はなぜ生まれ、死んでしまうのに、辛い毎日の中で生きる意味を知りたかった。太宰治を生んだかと聞かれた、君と出会った日、正直に太宰治もやってるんですけど、そう、すべさんハートありがとうございます。公演と一緒でしたか。でスタイさん音符ありがとうございます。進撃の京都人さん花びらありがとうございます。のぶさん音符ありがとうございます。のぶるさん音符ありがとうございます。のぶさん馬ありがとうございます。ちゅうちゅうさん音符ありがとうございます。今何分くらい、まだいけるかな。安部さんハートありがとうございます。鳥取太郎さん花束ありがとうございます。おさびさんパチパチありがとうございます。他はねとか言って自分が歌いたいだけなんですけど、君に会いたくていてもたてもいたてもいいな、なんかよくわからん。僕あれとか緑と森の運動公園とかそれ好き。え歌えるかわからん。今日もじゃあ焼肉、さら今日ステーキ。あ何分だったっけ、見てなかった。54分、まあじゃあ1番だけやります。曲中に読む。13位ケッピエイチさんありがとうございました。12位ハイジさんありがとうございました。
11位まや太郎さん、ありがとうございました。こぼれ日の下の葉の影は時折の風に揺れながら近づく季節のその気配一足早く空をめくったかったここで会おうって約束した去年の夏を忘れてないまだ恋と見つかずに別れ際口にしたこと待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね何回も見てしまった道の向こうを前太郎さん、ありがとうございます。10位、へのじさん、ありがとうございます。そして9位、ひらつぐさん、ありがとうございます。ごめんなさい、短めで。8位、のぼさん、ありがとうございます。7位、あきまさん、ありがとうございます。そして6位は、まさおさん、ありがとうございます。5位はモリチ521さん、ありがとうございます。そして4位くっちゃんさん、ありがとうございます。そして3位ゆうりさん、ありがとうございます。そして2位はももろんさん、ありがとうございます。そして1位はやすべやさん、ありがとうございます。希望的にね、言いたいな。